エンリコ・カルロ・ルイジ・ジジョルジョディ・ボルボーネ・パルマは、イタリアのブルボン・パルマ家の講子。パルマ公・カルロ三世とその妻で、フランス王・シャルル十世の孫娘である、ルイーズ・ダルトアの間の次男。最後のパルマ公・ロベルト一世の弟、バルディ博の儀礼称号で呼ばれた。百七十三年十一月十五日に、フランスのカンヌにおいて、両シチリア王・フェルディナンド二世の娘、 マリーアルイーザと結婚したが、マリーアルイーザは結婚後わずか3ヶ月で休止した。エンリコは1876年10月15日に、オーストリアのザルツブルクにおいて、ポルトガルの廃王ミゲル一世の娘アルデグンですと、再婚した。どちらの妻との間にも子供はなかった。エンリコは、ベネツィアのカナルグランデに面したカベンドラミンカレルジ、宮殿の所有者であり、 1882年には作曲家のリヒャルト・ワーグナーとその家族を招待し、宮殿に住まわせている。ワーグナーは翌1883年にこの宮殿で息を引き取った。ありがとうございます。